今向かってるのはやっぱり今、はい、パリジャンにものすごく話題になってる場所が美しい、美しいですよね。今年の5月にオープンして、もうみんながここに来たい、行った、見たっていうのがお合言葉になるぐらい、なるほど、すごい場所なんです。明るいですよね。ね、もうさんさんと降り注ぐ。すごいですよね。すごい大きさ。これ全部チョコでできてるんですよ。約500キロのチョコレートを使って、はい、バスケ地方のショコラティエパティシエさんたち約40人が作ったそうですよ、はい、ね。私は今セーヌ川の左岸に来ています。あちらに立つのが、シテ島に立っておりますパリのノートルダム大聖堂です。はい、ですね、今突然すごい雨が降ってきていますが、私は今パリの北外れにあるクリニアンクールの蚤の市というところに来ております。私たちは今パレロワイヤルに来ています。フランスの歴史が刻まれた場所なんですが、なぜ私たちはこんなことになってるんでしょうか。ものすごい雨が降ってきてしまって、パラソルの下にいるのにパラソルの下でも濡れてびしょびしょということで、こんな状況でもう番組も間もなく終わりなんですけれども、